はい、戸隠育ち農園です。今回ですね、やっていきますのが、種まきなんですけれども、この品種を種まきします。それが、はい、マイクロキュウリですね。まあ最近、まあ近年ですかね、ちょっとずつ認知度は高まってきていますが、まだまだですね、作ってる方は少ないと思います。だいたい2センチぐらいの大きさで収穫できる、まあこれはまあキュウリっていうことにはなってますかね。名前はですね、マイクロキュウリとかキュウリメロンとかですね、そういった名で出てますね。これはですね、食べるとこうブシュッと果肉ですね、果汁が出てきまして、まあミニトマトのような酸味というか、そういう感じもありながら、あとはですね、スイカのような、味だったり、まあキュウリの感じもあります。マイクロトマトはですね、ちょっと聞いたことあるかなっていう人も多いと思うんですけど、マイクロキュウリはなかなか珍しいかもしれません。まあこれですね、まあ、1つに、20粒ですね、入ってます。3、4、ま、ぐらいになったら、まあ、植え付けですね、してくださいと。で、基本的にはもうグリーンカーテンがやっぱり多いというか、グリーンカーテンの利用ですね、それ結構いいと思います。なんか他によくまあゴーヤとか、まあいろいろあると思うんですけど、グリーンカーテンで使うなら結構これもいいと思います。どんどん伸びていきますし、そうですね、ここに書いてあるんですが、丈夫で育てやすいっていうのは本当です。昨年はですね、まあ6月ぐらいですかね、ちょっと植え付けして、もう霜が来るまでずっとほぼ取れてました。最後はやっぱり、取れなくなってきましたが、それでも、7月中旬ぐらいから9月中ぐらいまではずっと取れてましたね。そうですね、利用方法、小さな可愛い芽をたくさんつけるキュウリです。実の大きさは約2センチで、スイカのような模様です。爽やかな香りと酸味の感じられる実を、ピクルス、サラダなどに利用しますということで、うん、そうですね、ピクルスサラダが結構いいかもしれないですね。あの見た目がやっぱりいいので、このピクルスですね、かなり映えますし、まあ、もちろんサラダにもいいですね。結構、飲食店さんとかに人気にはさせてもらって、まあ、一般的な需要というか、一般のお客さんもですね、多分これは欲しくなると思います。まあ3月から5月種まきとなっているので、ビニールハウスない方はまあ5月とかかなって感じですね。その時ら辺にまあポットに種まいて、やっていくといいかもしれないですね。5月種まきだと多分まあ大体8月ぐらいから実が取れてくるかなとは思います。成長はですね、結構ゆっくりめですね。作ってみて思ったのは、実が取れ出すのとか考えてもちょっと時間かかりますので、そこだけちょっと注意かなと思います。それではですね、種まきしたいと思います。はい、マイクロキュウリですね、全部種が割り終わったので、覆土になってくるんですが、またまたですね、稲ニカを使用したいと思います。マイクロキュウリ、まあ、ウリってつくだけあってですね、こちらもウリ科になっているので、稲ニカがいいだろうということで使いたいと思います。
はい、上おりました。またこれで水をかけ、上げて、発芽まで待ちたいと思います。またですね、収穫までいけたらちょっと、動画上げたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。